ホープフルステークス第36回、ホープフルステークス第36回、ホープフルステークスは2019年12月28日に千葉県船橋市の中山競馬場で施行された中央競馬の競争である。福永祐一が起乗した、コントレイルが優勝した。競争馬名が太地協調の馬は本校の競争に出走する競争馬であることを示す。 三着ダーリントンホールは、後に共同通信杯を制する。第54回札幌2歳、ステークス不要ステークス IB ステークス、萩ステークス第24回東京スポーツ杯2歳ステークス本競争に登録されたのは17頭であった。除外、抽選対象はなく、登録場全頭が出走できる見通しであったが4頭が回避し、最終的に13頭での出走が確定した。 重賞優勝馬は、メイクデビュー、東京スポーツ杯2歳ステークスと無敗の2、連勝中のコントレール。札幌2歳ステークスを制した、ゴールドシップ3区のブラックホールの2等。オープン競争優勝馬は、ホープフルステークスと同じ舞台である、不要ステークスを無敗で制したオーソリティ。ハギステークスを無敗で制したベルトライゼンで、アイビーステークスを無敗で制したワーケア。 父デイプインパクト、母パパネと三冠馬同士の配合で誕生し、中京2歳ステークス優勝、東京スポーツ杯2歳ステークスでもコントレールと1.5秒差の3着となったラインベックの4等。その他、一勝クラスの紫菊賞2着の実績を持つ、ブルーミングスカイ。前走新馬戦を制し、連勝を狙うガロアクリークなどが顔を揃えた。中山競馬場では、 第64回、有馬記念が行われた12月22日に18.5ミ、mm、リメートル、23日に12.0ミ、mm、リ、27日に1.0ミ、mm、リの降水量を記録。当日の船橋市は晴れの予報で降水確率は0%。日本中央競馬会が発表した中山競馬場の天候も当日第一競争から晴れで催され、 第11競争のホープフルステークスまで晴れが続いた。2019年5回目の中山競馬場開催は8日目となり、芝コースは開催当日までの仕様となる A コースを使用。馬場状態は三角から四角及び正面にかけてコース内側に痛みがあると発表された。芝の草丈は、の芝が約6から8センチ、洋芝は、 約10から14センチに設定され、レース前日の27日午前8時時点での含水率はゴール前では11.1%、第4コーナーでは11.5%を記録した。12月26日、枠順が確定。勝馬投票券は出走前日の27日から発売が行われた。オス、メス2歳女未出走馬及び未勝利馬負担重量。 バレー重量4番、ガロアクリークについて、起乗予定であった、野中雄太郎が、前々日の26日午後に、インフルエンザを発症をしたため、野中の所属する、根本康弘旧社の兄弟子である、丸山元気に乗り代わりとなった。出走馬の中でも2019年7月30日に、休止し、ホープフルステークス出走時点でのリーディングサイヤー、2歳、リーディングサイヤーでもあった。 ディープインパクトの3区が、コントレール、ブルーミングスカイ、ラインベックと最多の3頭。その他の出走馬の父はそれぞれ異なる。2019年の新馬戦より3区がデビューした、新種母馬は、オーシャンブルー3区のクリノブレイブ、ゴールドシップ3区のブラックホールの2頭。新種母馬以外では、オルフェーブル3区、ドリームジャーニー3区が、それぞれ3区として、 初めてホープフルステークス出走を果たした。単勝オッズ10倍以内の上位人気馬は4頭で、単勝オッズ2.0倍の1番人気に押された、コントレールが2枠2番。同馬を管理するヤハには、前に壁を作りたかったので、大外は嫌だったけど、うちの偶数ならいいと歓迎。6.9倍の3番人気に押されたベルトライゼンデが4枠5番。 そして3.7倍の2番人気のワーケアが5枠7番。同じハーツクライサンクであり、2017年の第34回ホープフルステークスを制したタイムフライヤーと同枠となった。担当する女子は外すぎなくてよかった。ちょうどいい。奇数番も特に気にならないとした。外目7枠11番には7.2倍の4番人気に押されたオーソリティ。管理する木村は、 決められた枠で頑張るだけですよと平常心を見せた。その他、最内枠の1枠1番には、ブラックホール。反対に大外枠の8枠13番には、ラインベック。13頭立てなのが救い。スタートが早いタイプだが、ここからだと周りを見ながら運ぶことになるとした。が収まった。ベストターンドアウトショーに選出されたベルトライゼンでの、馬体、最もよくしつけられ、 最も美しく手入れされた出走馬を担当する、旧車スタッフの努力をたたい表彰する、ベストターンドアウト賞の審査が、松山康久、棚橋博重心サンダーライガーの3名の審査委員によって行われた。棚橋と重心サンダーライガーは、当日の中山競馬場のゲストとして、ホープフルステークスのプレゼンター。さらに同日に開催された2019ヤング。 ジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山の表彰式のプレゼンターにも参加した。審査の結果、ベルトライゼンデが選定され、同馬を管理する池江康史受給者所属の橋口博史調教助手が受賞した。全部は大きな出遅れなくスタートを切ると、9番パンサラッサが外から抜け出して、花を主張し逃げの手を打ち、ブルーミングスカイとラインベックが進出して逃げる。 パンサラッサの後ろにつける。うちで、比較的前にいた、ブラックホールや、コントレール、ガロアクリークは逃げ馬についていかずに控え、それらのさらに後方をベルトライゼンで、オーソリティ、ワーケアと共に中断を形成した。ラグビーボーイとクリノブレイブが最後方で待機する、形で、最初の第一コーナーを迎えた。体勢は大きく変わらないまま、向こう正面を進み、 先頭のパンサラスャが前半1000メートルを60.9秒で通過。そこから第3コーナーにかけ、コントレールが率いる中段がまとめて進出し、先行勢と差を縮めた。差し切りを狙う中段では、コントレールを筆頭にベルトライゼンデやオーソリティが追い上げ、後方にブラックホール、ガロアクリーク、ワーケアなどが位置。追い込みを狙う、最後方は中段との差は縮まらなかった。 残り600メートル付近で先行勢から脱落したブルーミングスカイを中断勢が飲み込み、続いて最後の直線入り口ではラインベックが飲み込まれた。直線では逃げるパンサラッサ、2番手にコントレール、3、4、5番手に粘るラインベックブルーミングスカイや差し切りを狙うベルトライゼンでオーソリティがつけ、その後方、ワーケアは、 ババの外側からの追い込みを狙うという構図が形成。ワーケアより後方のブラックホール、最後方のクリのブレーブラは前方と差を縮められなかった。残り200メートル付近で2番手のコントレールが逃げ粘っていたパンサラッサを捉えて先頭となると、それにつれてベルトライゼンデが2番手に浮上した。後方で追い込むワーケアやオーソリティ。 もう一踏ん張りするラインベックとの差は広げたが、コントレールに並びかけられなかった。先頭のコントレールはそのまま後方を寄せ付けずに一着で入線し、その一馬身二分の一離れた二着にベルトライゼンで、ワーケアやオーソリティ、ラインベックは前方に届かず三頭で競り合い、ワーケアが三着となった。コントレール入線時精細ラインベックに起乗した岩田光星は、 発送後間もなく内側に遮光したため開国処分。レーティング優勝したコントレールのレーティングは115。2歳のレーティング主位は第71回朝日杯フューチュリティステークスを勝利したサリオスが記録した116。第36回ホープフルステークスのレースレーティングは110.50。これは2019年サートルナーリアが優勝した第35回。 ホープフルステークスの111.50と比べてマイナス1.00。2018年タイムフライヤーが優勝した第34回、ホープフルステークスの110.00と比べてプラス0.50と GI 賞格後2番目のレーティングを記録。なお競争の質を表し、格付け審査に用いられる指標である過去3年間の平均は110.67を記録した。 2019年のホープフルステークス着順確定を表すターフビジョンなお、短勝式については、秋の2歳短勝が適用。通常、払い戻し金に売上げの5%相当額が上乗せして、払い戻しが行われた。ホープフルステークスの売上げは、142億7816万7700円で、 前年の123億8286万6400円と比較し15.3%増加となった。レース当日の中山競馬場の挿入乗車数は4万2062人。前年と比べて41.3%増加となった。当日のウィンゴウィンゴの発売票数は743万6547票。 発売金額は7億4365万4700円となった。敵中馬番は10から2から7から15から11の組み合わせで、敵中は1万50001票。配当は3万9440円。優勝馬服、例をまとうコントレール優勝機種、福永雄一2014年優勝シャイニング霊、サリオス2019年度。 JRA 賞最優秀2歳ボバの行方は、無敗の3連勝で、ホープフルステークスと同じ2歳ボバ GI、アサヒハイフューチュリティステークスを制した、サリオスとの一騎打ちムードとなった。投票は、コントレール197票、サリオス77票の120票差で、コントレールが最優秀2歳ボバを獲得。 阪神三歳ステークスが、頻馬限定戦の阪神三歳頻馬ステークスとなった1991年以降、朝日杯フューチュリティステークス、または朝日杯三歳ステークス優勝場以外から初めて、最優秀二歳ボバを受賞した。1999年エーシンプレストン、2002年エーシンチャンプ、2005年フサイチリシャール、2002年ピースオブワールド、 2010年、レイブディソール。2011年、ジョアドビーブル。ありがとうございます。